こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では夏に履くべきボトムスをですね、2種類ご紹介してみたいと思います。今動画を撮影しているのは6月の初旬なんですが、まだ梅雨入りしてないのでかなり暑い日が続いてるんですね。まあ今ではですね、5月の末から6月は途中から梅雨に入ってしまうんですが、それでもですね、蒸し暑い日が続きますよね。そして8月9月と結構ですね、暑い期間が日本は長いですよね。その期間にどんなボトムスを履こうか迷ってる男性は多いかなと思いますので、今回の動画では僕なりの真夏はこの2本のボトムスが鉄板だというのをですね、皆さんにお伝えをしたいと思っています。まず注目したいのはボトムスの素材なんですよね。この素材によって快適さってだいぶ変わるかなと思うんですが、特に春夏でよく使われる素材というのはコットン、綿ですね、あとはリネン、麻ですね。この2種類が結構多いのかなと思っています。どちらも天然素材なので非常に肌触りが良くて使い勝手のいい素材ではあるんですが、やっぱりメリットもあればデメリットもあるんですね。まあ、例えばコットンに関しては非常にこう肌触りもいいですし、風通しもいいんですね。その一方で汗はよく吸ってくれるんですけども、なかなか乾きが良くないんですね。ですのでコットンという素材基本的には大好きなんですが、真夏のボトムスにはあんまり履かないことが多いですね。まあ、コットン素材のパンツといって思い浮かべるのはジーンズ系だとかチノパン系なんですけど、僕はジーンズ系大好きなんですけど、やっぱり選ぶものって結構細身のものが多いんですね。スキニーですとかスリムフィットのですね、ジーンズ類を真夏に履くと、これまためちゃくちゃ暑いんですよね。もうスパッツのように足にまとわりつくので、僕は梅雨以降はですね、ジーンズ類はしばらく履かなくなります。一方でリネンが混ざったボトムスというのも結構あって、こういったものは通気性もいいし、ちょっと素材がザラッとしてるので肌離れが良くてですね、あまりベタつかないんですね。そういった意味で結構リネンが混ざった素材のパンツを好む方って多いんですけども、僕自身はあんまり得意じゃないんですね。それはなぜかというと、リネンには特有のシワ感みたいのがあるんですね。着ている中で自然なシワが出てくるんですが、このシワがですね、好きな人と苦手な方分かれるところなのかなと思っています。僕自身は結構リネンのシャツみたいなものは全然いいかなと思うんですが、ボトムスに関して履いていて結構シワシワになるのがあんまり好きじゃないんですね。特にボトムスに関してはしゃがんだりすることも多いので、割とシワシワになってしまうことが多くて、あまりその感じが好きではないんですね。まあ、このような理由で僕はコットン系のパンツもリネン系のパンツもあまり履くことがないんですね。じゃあどんなものを履いてるのかと言いますと、ここ数年僕が気に入ってよく履いてるのはシャカシャカパンツというジャンルなんですね。これはどういうものなのかというと、素材はいわゆる化繊ですね。まあ主にですね、ポリエステルですとかレーヨンですとかポリウレタンですとか、このような素材を使ったものをですね、シャカシャカパンツと呼んだりするんですけども、割とこのような化繊を使ったパンツというのは春夏にはですね、履いていて気持ちいいんですよね。これらの素材の特徴というのは、割と生地はサラッとしていて汗をよく吸ってくれるんですね。その上で割とすぐ乾くので、吸水速乾性が優れているんですね。ですので割と夏場でも快適に履けるパンツなのかなと思っています。あとは素材自体も軽くてストレッチの効いているものも多いので、すごくですね、履き心地もいいんですね。ですので最近僕はこういった化繊系のシャカシャカパンツを夏場に履くことが非常に多いです。ただ化繊にもですね、デメリットがあって、昔は化繊の服というとなんか安っぽいイメージがあったんですね。不自然な光沢感があったりだとか、なんかペラペラで安っぽい感じがするものも多かったんですが、まあ、最近は素材というのもどんどん進化をしていて、あんまり安っぽく見えない化繊というのも増えてきてるかなと思っています。特に僕が好きなのはソロテックスという素材なんですが、こちらの素材は色の風合いもいいですし、まあ、上品な見え方をするわけですね。ですので化繊特有の安っぽさみたいなものがあんまり漂わないので、僕自身もすごく気に入っている素材かなと思っています。おしゃれにはある程度の我慢は必要だという考え方も確かにわかるんですが、まあ、僕たち30代40代の世代だったら、ある程度履き心地だとか着心地も良くて、なおかつ見た目がいい、このバランスがすごく重要なのかなと思っています。そういった点では最近の化繊系のパンツというのは非常に使いやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいなと思っています。今日はですね、僕の私物のですね、シャカシャカパンツを2本持ってきたのでご紹介をしてみたいと思っています。
まず1本目ご紹介したいのは、こういったシャカシャカパンツでもロングのパンツですね。このような普通の長さのパンツも夏場においてもですね、1本持っておくとすごく便利かなと思っています。こちらはグラミチというブランドのパンツなんですが、シルエットはですね割と細めのものになっていますね。ただスキニーフィットのジーンズなんかに比べるともう少しゆとりがあるので、ピチピチにはならない感じかなと思っています。夏場に持っておきたいパンツのシルエットなんですが、最近はワイドシルエットのものも結構多くなってきてますが、僕は個人的にですねボトムスはあんまりダボダボしない方が好きかなと思っています。結構シルエットが大きくなると足さばきが良くないので、履いていて面倒くさくなってしまうんですよね。ですのでボトムスのシルエットに関してはピタピタすぎない程度のですね、適度なテーパード型のシルエットのものがおすすめかなと思います。実際に後ほど履いていますので、履いたシルエットはそちらで確認をいただければなと思っています。まあボトムスに関しては定番の細身のものを選んで、もしビッグシルエットだとか緩めのサイズ感を生かしたいのであれば、例えば T シャツだとかオープンカラーシャツなんかで少しゆったりめのものを選ぶとバランスが取りやすいかなと思っています。上下両方ともゆったりというのはなかなか難しいかなと思うので、上が少しゆったりで下がタイトというバランスが僕ら30代40代には使いやすいかなと思いますので、ぜひ覚えておいていただきたいなと思っています。で、色に関しては僕はネイビーですとかブラックのような濃いものを選ぶようにしています。まあ、このような色というのはもう定番中の定番なので、あまりですねコーディネートに悩まなくていいからなんですね。特に夏場に関しては上半身のアイテムで明るさを取り込みたいので、白系の T シャツですとかブルー系のシャツなんかを着たりするので、その一方でボトムスを引き締めてあげるとバランスが取りやすいかなと思っています。ですので夏に持っておくべきパンツ、まず1本目はですねこういったシャカシャカ素材のロングパンツですね。これもまず鉄板なので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。僕が履いてるのはグラミチというブランドのクライミングパンツなんですが、このようなグラミチもいいんですが、ちょっと価格帯が安くはないので、もっと手軽な価格で買えるのはユニクロのですねイージーアンクルパンツ、ウールライクのものを選ぶとすごくいいかなと思います。こちらも見え方はですねスラックスのようにきれいめに見えるんですが、化繊を使っていて素材も柔らかいですし、なんせシワにならないんですよね。これすごく大事なポイントだと思います。リネンが混ざったパンツというのは履いてるとどんどんシワが出てしまって、このシワが入ることでどんどんカジュアルな見た目になってしまうんですが、一方でシワが入らないでピシッとしたパンツというのはやっぱり上品できれいめに見えますので、このような化繊系のパンツの一つのメリットなのかなと思っています。まあ、春夏に揃えたいパンツということで、まず1本目はシャカシャカ系のロングパンツ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2本目に皆さんに持っておいていただきたいのはもうこちらですね、ショートパンツ。これはもう夏には鉄板のアイテムなのかなというふうに思っています。僕はですねショートパンツが大好きで、もう5月末からは結構オフではショートパンツを履いていることが圧倒的に多いですね。なんといっても涼しいので、これに勝るですね快適なパンツはないのかなと思っています。ただやっぱりデメリットもあって、短パンっていうとどうしても子供っぽく見えてしまうので、いくつか注意をするべきポイントがあるのかなと思っています。まずパンツそのものなんですが、色味はですねなるべくブラックですとかネイビーのような濃いものを選んだ方がいいですね。まあ、短パンというだけでカジュアルに見えてしまうので、せめて色合いは濃いものを選んでもらうと割と大人っぽく綺麗な雰囲気が出しやすいかなと思っています。あとは丈の長さですとかフィット感もすごく重要なんですが、それは後ほど履いてみながら解説をしてみたいと思います。こちらも僕はグラミチのものを愛用してるんですが、素材は化繊系のものを選んでいます。まあ、すごくですね軽量で肌触りもいいので、やっぱりこの素材に一度慣れてしまうと他のパンツがなかなか履きにくいかなと思っています。表面の感じも変な光沢感もないですし、まあ、上品な雰囲気が漂っているので、昔の化繊のイメージとは違ってすごくですね上品な仕上がりになっているかなと思いますので、大人の皆さんにもですねおすすめしたいアイテムなのかなと思っています。こちらもですねグラミチのものは少し値段が張るので、もうちょっと手軽なもので揃えたい場合はおすすめなのがドライストレッチイージーショートパンツですね。こちらはかなりサラッとした風合いになっていて、割とグラミチのこちらのパンツとも近いかなと思いますので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思っています。これからですね先ほどご紹介した2本を使ってコーディネートも紹介してみたいと思いますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。はい、ということで実際にシャカシャカパンツを履いてみました。まず1本目はですねグラミチのロング系のパンツを履いています。まあ、シルエットは割と細めにはなっているんですが、そんなにビタビタすぎないですね。
まあ、見ていただくとですね、腰回りだとかもも回りにはゆとりがあるんですが、膝から下にかけてテーパードが効いているのでシュッと細くなっているのがこちらのパンツの特徴かなと思っています。細身なんですけど細すぎないパンツというのが風通しが良くてですね、非常に使いやすいかなと思っています。ボトムスが細身で T シャツまでタイトだとですね、どうしても今っぽさが漂わないので、このような細身のロングパンツには上はですね、少しゆったりめの T シャツを合わせることが多いです。僕が今着てるのはですね、Y3 というブランドの T シャツなんですが、少し緩めのサイズ感になっているので Y シルエットを作りやすいかなと思っています。で、このようなロングパンツには靴はどんなものを合わせるかというと、パンツが長い分ですね、ちょっと厚いので僕はですね、サンダルを合わせることが多いですね。履いてるのは手羽のサンダルになります。このようにロングパンツにはサンダルを合わせて、この後ご紹介するショートパンツにはあえてですね、普通のスニーカーを合わせることでカジュアルになりすぎないようにバランスを取るようにしています。ボトムスが黒でもですね、上半身で明るさの色を出せば結構春夏っぽい配色が完成するので、すごくコーディネートがしやすいかなと思っています。僕はグラミチのパンツを履いていますが、結構ですね、今季のユニクロのイージーアンクルパンツもですね、すごく仕上がりがいいので、そちらで代用してもらうのも良いかなと思っています。めちゃめちゃ履いていて楽なので、皆さんもですね、このようなシャカシャカパンツ1本夏に向けて用意をしてみていただければなと思っています。はい、着替えてみました。今度はですね、グラミチの短パンを履いています。こちらもですね、非常に肌触りもいいですし軽いのでめちゃくちゃ履きやすいですね。まあ、シルエットに関しては決してタイトすぎずにですね、履いていて適度なゆとりがあるぐらいが今っぽくていいかなと思います。長さに関してはちょっと僕はですね、これあえて 1.5 センチぐらい短くしているんですね。というのも、ちょっと短くした方が足さばきもいいですし、こないだ感じは出るんですが、ただ短くすればするほどですね、女性への反応は悪くなりますので、あまりおすすめはしません。理想的なのはこれよりもですね、2センチぐらい長い感じですね。膝よりも短いけど決して短すぎない、これぐらいのバランスがショートパンツの丈としては良いのかなと思っています。そしてコーディネートなんですが、短パン自体がカジュアルなので、それ以外のアイテムは少しきれいめな要素を取り入れた方が良いかなと思っています。先ほどは T シャツ1枚でしたが、今回は上にオープンカラーシャツを着ています。今着てるのはですね、今季のユニクロ U のオープンカラーシャツ、まあ、厳密に言うとキューバシャツなんですけど、このような襟付きのものの方が少し大人っぽく見えるので、短パンにはですね、シャツ系のものを合わせるとバランスが良いのかなと思っています。そして靴がちょっと見えていないんですが、こちらのショートパンツに対してサンダルを履いてしまうとやはりカジュアルになりすぎてしまうので、僕はあえてスニーカーを合わせるようにしています。今回履いているのはホカオネオネというブランドのブラック系のスニーカーですね。スニーカーを合わせることでサンダルよりは若干ですね、カジュアルさを軽減した方がですね、バランスがいいのかなと思っています。まあ、今回ご紹介したようにブラックですとかネイビーのシャカシャカ系のパンツ2本を持っておけば、結構その2本だけで春夏を回すことができてしまうのかなと思っています。様々なパンツの選択肢があって、どれを選ぶのかは人それぞれなんですが、着心地の良さとある程度の見た目の良さ、この2つのバランスが取れているのがシャカシャカパンツというジャンルなのかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、試着をしながら試していただきたいなと思っています。以上、メンズファッション研究家大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。